京都中京区、地下鉄烏丸御池駅からすぐのところなんですけど、今回はね、平安時代よりも昔ですよ、1400年以上前からあるお寺。このチャンネルは訪れた場所の歴史や話題をシェアしています。もしよかったらチャンネル登録、高評価ボタン、コメントよろしくお願いします。おはようございます。ということでね、烏丸通りをこう南に向かって歩いてるんですけど、御所の西側にある、あの烏丸通りをね、南に1キロほど下がったところなんですけれども、聖徳太子が創建っていうね、平安京以前からね、ここにあるとっても古いね、お寺なんです、寺院なんですよ。京都のへそ中心と言われる場所ですよ。わかりますかね。さあ、この六角通りを東に入っていきます。そうなんですよ、今回の目的の地は長宝寺六角堂です。正式にはね、紫雲山長宝寺六角堂という名前は、その本堂が六角形をしているっていうところからね、来ているそうですよ。天台系ではあるんですけど、上位組織の傘下に属してなくて独立している単立寺院っていうことなんですよ。地元住民からは六角堂とか六角さんっていうふうに呼ばれて親しまれています。このね、今歩いてるところ、ここの道もね、東西に通るこれ六角通りという道ですよ。さあ、ここがね、門です。六角堂ってね、刻まれた石柱が立ってます。これね、長宝寺というね、お寺の名前よりももう六角堂っていうね、本堂の名前の方をね、前面に押し出してるっていう感じですね。陽明天皇2年、西暦でいうと587年、聖徳太子が大阪に四天王寺を建立するための要材を求めて、この山城の地に立ち寄ったんですね。その時ですね、一服するために近くの泉で沐浴しようかなと、水浴びしようかなということで、幼少からお守りとして大切にしていた如意輪観音像というね、観音さんを傍らの巨木の枝に引っ掛けた。でね、一通りこう水浴びを終えて、いざ観音さんを取ろうとすると、なぜか枝から離れなくなったんですよ。そこに通りがかった農夫沖縄がですね、その木の上に紫色の雲が見えるけど、なんやろねとかってね、言うて去っていったと。聖徳太子はね、この巨木が霊木であることをね、その時悟ったんですね。それからこの観音さんなんですけど、この聖徳太子に対して、この地に留まって衆生を救いたい、救済したいというふうにね、語りかけた。そういうことから、もうね、観音様がそういうふうに言うんやったらということで、その霊木である巨木を使って六角堂を建てて、その観音様を治めたっていうのがね、この六角堂の始まりなんですね。でね、境内の池にね、その池の中にある石でできた井筒っていうのが、この聖徳太子沐浴の古跡というふうに伝えられているということで、それもね、ちょっと後で見に行きたいなと思ってます。あらゆる分野に超人的な才能を発揮していたね、もう数々の逸話がある、そういう聖徳太子の創建とあって、六角堂には不思議な逸話が残されているんですよ。桓武天皇が平安遷都の際に、このお寺が道のこの道路の中央にあたるからということで、六角堂をちょっと移動させてほしいと、移動させたいということを望んで、勅使を使わせてですね、ここ六角堂で遷座を祈願したんですよ。祈願ですから、こうやってね、手を合わせて、歌を伏せて、こうどういうふうに言うたんでしょうね、こうすみませんけれども、これ天皇が言うてることなんで、私やないので、そこだけか間違えんといてくださいねとか、なんかこう唱えたんでしょうかね。もう勅使も、もう自分が勝手なこと言うてるって思われたら嫌ですし、罰当たったら嫌ですしね、もうこの地にどうしても道を作りたいと言うてますので、できればいいんで、南北どちらか都合のええ方に少しお動きいただけると助かります、私の命も助かりますっていうふうにね、言ったか言うてないか知りませんけど、祈願をしたんですよ、勅使が。
するとですね、天がにわかにかき曇り、お堂が一人でに北の方へ15メートル移動したというね。もうこれもう、違う、もう笑い事ちゃいますよ。これ一人でに移動したんですからね、お堂が。ね、この話を聞いて、もう嘘やん、もうそれ作り話やんか、創作やんか、とかね、そんなこと言わんといてくださいよ。伝説、伝承っていうのはね、そういうもんです。おひれ、はひれつきますからね。それでいいんですよ。なんせ、北へ15メートル移動したんですから、もう知らんけどね、これは。もう何はともあれ、こうやって直視の命も助かり、道も貫通させることができたというわけですよ。こっから15メートル向こうに北へ移動したということなんですよ。ちなみに今のこの現在の六角堂の本堂、これはね、明治10年、1877年に再建されたものっていうことらしいですよ。まあね、そうやってね、お堂が少し北へこう現在地へ移動した時に元の位置に石が一つだけ残ったっていうことがあるんですよ。それがね、へそ石なんですよね。これはね、平安京建設の基準点となったっていうふうにも言われていて、門前の六角通りにこれもともと道のところにもう残されてたんですけれどもね、これが明治時代初期に交通の事情が変わって境内に移されたっていうものなんですよ。これですよ、お堂が京都の中心とされたことがからですね、この体の中心であるへそになぞらえてへそ石と呼ばれていますね。このへそ石自体も六角形してますよ。こうやってね、なんかもう伝説とかって言いますけれども、こういうね、遺跡遺構物自体がね、こうやって残されてるとなんとなくね、へえそうなんや、そういうことがもしかしたらあったんかな、15メーター移動したんかなって思いません？いや、僕はもうちょっと思いますよ。で、先ほども言いましたけれども、お堂が少し北の方へ移動して元の位置に一つ石が残ったっていう、このへそ石が残ったっていう伝説からですね、これがね、本堂古跡の石とも言います。この六角堂は生け花発祥の地というふうにも知られています。これね、以前のね、動画も見ていただいている方はわかると思うんですけれども、ちょっと待って、以前に嵯峨天皇陵の血の池の動画で、平安時代に大覚寺を利休にしていた嵯峨天皇が庭の池で野菊を掘って器に生けたのが、生け花の始まりやって言うてたやんかってね、生け花嵯峨御流やん、それが生け花発祥やんとか思うかもしれないんですけれども、それはそれで間違いはないんですよ。で、この六角堂の生け花発祥の地っていうのは、生け花という分野、文化が成立した地っていう風なね、そういうイメージですね。嵯峨天皇の時代よりも600年ほど後のことです。室町時代中期、寛正3年、1462年、六角堂の僧侶である、これ、小野妹子の末裔っていうふうにも、ね、言われているんですけれども、池の坊千景という人物、ご本尊である如意輪観音に花を供える役目を担っていたんですよ。でね、そのある日ですね、武士に招かれて花を差し、それがね、美しいということで京都の人々の間でね、評判、話題となってね、噂になったんですよ。で、東福寺の禅僧の日記、壁山日録っていうのにもこれが記されていて、あ、そういう記録があんねやということで、それはね、仏前教化とか神の依代といった従来の枠をはるかに超えるもので、ここに日本文化独自のね、生け花が成立したということになるんですね。また聖徳太子が沐浴したというね、泉からつけられる塔頭が池の坊であって、この六角堂の管理を行うとともに、華道家元として現在に至るということらしいんですよ。まあ、華道のことはね、ちょっと私にはよく分かりませんけれども、歴史もね、こうやってあって奥深いなっていうのはね、感じられます。さあ、これお地蔵さん、境内にはね、たくさんのお地蔵さんが祀られているんですよ。京都御所を守るために北を向いている北向き地蔵、その横には小さな子供を守ってくれるわらべ地蔵、さらにね、地蔵山と呼ばれるお地蔵さんの群像がね、続いていきます。またね、境内のね、東の方には一つだけ願い事を叶えてくれる一言願い像、
これ願いを手のひらに優しく包み込んで祈る合掌地蔵があるということなんですよ。お地蔵さんを見て回るだけでも面白いですね。こんな言い方しても、言い方していいかどうかも分かりませんけど、このお地蔵さんっていうのは可愛らしいですね。いろんな表情のお地蔵さんが見られます。誰かのお顔に似ているお地蔵さんもあるかもしれませんよ。さあもうね、こういうところ、もし機会があったらね、皆さん訪れてみてください。さあここはね、本堂の裏手にある池ですよ。池の隅に浮かんでいるあの朱色の建物、お堂、あれがね、太子堂です。六角堂を創建した聖徳太子を祀っています。またの名を開山堂というふうにも言いますね。平安時代以降、六角堂を一つの拠点として京都に太子信仰が広まっていったんですね。お堂の内部には聖徳太子が合掌して南無仏というふうにね、唱える二歳像と、父である陽明天皇の病気平癒を祈る16歳像でね、仏教の需要をめぐって物の部の守谷と戦った姿を表す騎馬像を安置しているということです、ね、立派ですよ、太子堂でね。横見てください。井筒のような四角の遺構が見えますね。あれがこう聖徳太子沐浴の戸籍と呼ばれる場所ですね。まあ、人工のね、こう池なんですけれども、今ではあそこからこう泉が湧き出てたんでしょうか、分かりませんけれども、こう聖徳太子がね、沐浴したんですよっていうところですよ。こうやって看板も立ってます。白鳥も美しいですよ。さあここでね、もう一度ね、表、正面の方へ回ってみますよ。手水舎がありますね。この手水鉢見てください。この手水鉢にも六角堂というね、文字がね、こう大きくデカデカとね、刻まれてますね。長宝寺というね、お寺の名称よりもこうよっぽどこのね、六角堂というね、お堂のね、名前をね、全面的に押し出したいというね、そういう気持ちがね、はっきりとわかりますね。さあこの農協所の前から正面の方へ向かいますね。ここにはね、縁結びの六角柳っていうのがね、あります。これはね、平安時代初期の頃です。六角堂に深く帰依していた嵯峨天皇がある時、姿も心も類まれなるほど美しい女性を妃として与えてほしいっていうね、なんかわがままな祈願をしたんですよ。すると夢の中に如意輪観音が現れて、すぐに六角堂の柳の木のところへ行ってみたらいいよ。自分では勝手に行けないと思うので、その場合は勅使を向かわせたらいい。お堂の前にある柳の木の下に女性が待ってるから、すぐに宮中へ入れるべしというふうにね、お告げがあったんですよ。嵯峨天皇はね、もう早速、もう起きるなり早速ね、勅使をね、もうちょっと行ってきてって言ってね、こう向かわせたんですね。女はね、本当にね、こう柳の下にね、美しい女性がね、一人おったんですよ。でね、連れて帰ってくると、もうすぐに迎え入れたそうですよ。もう嵯峨天皇はなんせね、もう妻は20人、子供は50人ほどいたっていう風にね、言われてるぐらいですからね。もうそれはね、もうそういうことですよ。もうそんな、もうすぐですよ。もうすぐっていう感じでね、多くの人から崇められるほど別世の美女やったっていうことですよ。鼻息も荒くなってたことでしょう。もう先ほどもね、申し上げた通り、嵯峨天皇のこのね、夫人はね、20人ほどいててですね、具体的には誰を指した伝説かはね、不明なんですけれども、ただ皇后である壇林皇后はね、類まれなる美女やったっていうふうに伝わってますよ。この壇林皇后のね、お話はね、風装を描いた壇林皇后クソーズの回でお話してますので、もしよかったら概要欄のリンクからご視聴いただければなと思います。まあ、そういうことからね、この柳は縁結びの六角柳というふうに言われてるんですよ。青々と茂った枝が地面すれすれまで伸びる姿から地吊り柳とも言われてます。良縁を願う方はね、こちらの柳にね、願をかけるといいと思いますよ。
境内の東側にはね、十六羅漢っていうのがあるんですね。羅漢っていうのは仏の教えを守り伝えることのできる優れた僧侶に与えられた名前なんですよね。で、十六っていうのはね、方位の四方八方を倍にした数で、あらゆる場所に羅漢がいるということをね、意味しています。六角堂の十六羅漢は和言愛語を実践してですね、いつもニコニコしています。和言愛語の教えっていうのは、いつも優しい顔つきで穏やかに話をするように心がけさえしていれば、必ず良い報いがあるという教えです。皆さん、この羅漢様のように一日でも多く、一日ニコニコ心がけましょうね。これはね、でも本当でしょうね。怖い険しい顔をしていては誰も寄ってきませんもん、ね、そらニコニコしてる方がいいに決まってますよ。まあでもしかし、言うは簡単、行うはがたしで、何かあるたびに不機嫌になってるような気もします。できるだけ笑顔でね、行こうかなと思ってます。でね、この六角堂ね、これ横のビルから上上がって上から見ることができるそうなんですよ。これ見てください、ちょっと看板がありますね。上から一望できますよっていうことなんですけど、ただエレベーターの中から見るだけで、展望台みたいなものはないみたいなんですよ。そういうエリアはないみたいなんですね。だからちょっとこうエレベーターが上行って下行ってっていうような、その間だけ見れるみたいな感じなんですけど、ちょっと行ってみますね。これでもあんまりこれ見てて、ここへ乗って上から見てるっていうような人がね、いないような感じがします。もしかしたら、まあ、知らないかもしれないですね、誰も。さあ登っていきますよ。屋根が見えてきましたね。六角堂をね、これ上から見ると六角形になっているっていうことがね、よくわかりますね。我が思う心の内は六つの角、ただマロカレと祈るなりけりっていうね、これは六角堂のね、護衛歌です。六角堂の由来となった六つの角ですね。これはね、仏教用語で六根っていうんですね。元、二、美、絶、真、意、ね、これらの五感と心によって生ずる六力のことなんですね。自分の心や体は正しいと思っていても、誰しも先入観があって、色眼鏡で見ては嘘をついてしまうというようなことがあるそうなんですよ。で、6つの角、煩悩を捨てて円満になるということを願って、あえて6つの角をお堂に作ったというふうに伝えられています。これがね、六角堂のね、言われというかゆえんなんですね。見てください、6個の角がありますね。あ、でも今回ね、この京都の魔界と言われる中心地に来たわけなんですけれども、恐ろしい話はなかったですね。いや、まあ15メーター移動したいうのは十分に恐ろしいですか、怖いですか。怖い話に入りますかね、どうですかね。まあしかしね、こういう伝承が語り継がれ、今でも大切にしているということを思うとですね、お堂が一人でに動いたという伝承が示しているのはね、表面的な事象ではないのかもしれないですよ。美しく花を生けるのもそうなんでしょう。昔からね、今に至るまで多くの人々の心を救ってきたのは、多分ね、きっと本当なんやと思いますよ。どうでしたか、皆さん。皆さんの感想をね、コメントいただけるとね、嬉しいです。今回のね、動画はね、これで以上となります。皆さんの心には何が残ったでしょうか。ではまた。夢をかけてみても逆転、全部記憶の回転。
ではまた。